はい、こんばんは、ユンです。ユンチャンネルです。今日もおすすめの漫画を紹介していきたいと思います。で、今日は戦果なしです。新刊はね、明日かな？明日買うものがあるので、乞うご期待。というわけで、早速、もう行っちゃいます。今日もおすすめ。これはね、名作。ドドン。鶴木独身寮です。これはね、どんなお話かっていうと、このボーダーのシャツ着てる男の子が宮川翔太くん。この子が主人公。で、この子は、四国の高校を卒業して、で、鶴木家具っていうね、東京に会社があるんですけど、そこに入社します。高校卒業してね。で、鶴木独身寮っていう鶴木家具が、管理してる独身寮に入ることになりました。で、その独身寮は、個室か。じゃなくて、相部屋なんですよ。で、こっちのね、オールバックの男の人が、杉本さん。杉本さんはね、すごいプレイボーイ。プレイボーイって今言うかな。多分言わないか。でもプレイボーイなんだ。で、こっちのね、一人だけ顔の造形が違うのが、田畑さん。この人はね、寮の長老的存在っていうほどじゃないけど、ちょっと古株の人です。老害。老害ではない。まだ20代だしね。で、この女の人が、みゆきさん。そんなね、みんな、この鶴木独身寮に入ってます。で、この翔太くんが四国から出てきたって言ったんですけど、翔太くんはその田舎にね、彼女を置いてきてます。その子がともみちゃんっていう子で、一生のね、ともみちゃんお手製のね、翔太ともみ人形っていうのを渡されて、翔太くんもそれを大事にするぐらいラブラブなんですけど、この翔太くんもね、浮気症というか、尻が軽いというか、尻が軽いって男に使うのかな？入って早々ね、このみゆきさんのことが気になりだします。そんなラブストーリーでもあり、青春群像劇かな？そんなお話。で、どこから話せばいいかな。すごい詰まってるんだ、これ、お話が。今言った、この翔太くんがね、田舎に置いてきた彼女のともみと、このみゆきさんの間で揺れ動くっていう、ラブストーリーでもありつつ、で、翔太くんは、高卒でこの鶴木家具入ってきて、で、仕事は、LINE での製造員をやることになるんですけど、ただ翔太くんには夢があって、それがね、家具の世界的なデザイナーになること。で、それを胸に頑張ってます。ただね、翔太くんの上、だいぶもう上の人かな、年配の社員の方がいらっしゃって、すごいね、くたびれた風貌で描かれるんですけど、で、翔太くんから見ると、あんなね、レールに引かれた、もうずっと歯車の人生なんか嫌だって思ってるんですけど、その年配の社員の人は社員の人で、自分のやってる仕事にね、ポリシーを持っていて、もちろん誇りも持っていて、そのくたびれた風貌で描かれるんですけど、なんて言うんだろうな、その誰かが頑張ってくれてるおかげで世の中は成り立ってるとか、で、そういうね、小さな歯車に見えるかもしれないけど、ただね、その小さな歯車一つでも欠けたら、機械って動かなくなりますよね。そういった意味で、仕事についてっていうのも、すごい考えさせてくれる。翔太くんは、こんな仕事は嫌だ、俺はデザイナーになるんだっていう夢を持ってます。ただ、その年配の社員の人からすれば、その歯車、小さな歯車にも、歯車なりの意地と矜持と、プライド一緒だな。
があって、そういう役目の人間がいるからこそ世の中は回ってるんだぞっていう、うん、すごくねそこは対比して描かれるんですけど、どちらも納得できるし、どちらも大切だと思う、うん、そんな仕事に関しても考えさせてくれるし、でさっき言ったねこの翔太くんがあのふわ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 するんですけど、そんな恋の物語でもあり、で最初にね翔太くんが主人公って言ったんですけど、とあると同時に杉本さんの物語でもあるんですよ。でなんなら田畑さんの物語でもある。それが鶴目独身寮です。というのも翔太くんね、まあ主役がいて、でヒロインが2人いて、でそこでフラ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 するっていう作品、まあラブコメとかでね結構そういう話多いと思うんですけど、それだけじゃない。うん、杉本さんには杉本さんの人生があって、田畑さんにも田畑さんの人生があってっていうのが、翔太くん、まあ主人公なんですけど、その翔太くんと同じぐらいの熱量を持って描かれてますこの作品。だからもうすごいね、人間が詰まっ、そう、人間が詰まってるこの作品には。もう仕事に恋に友情に、みんな一生懸命生きてて、で翔太くんが主人公なんだけど杉本さんのお話でもある、田畑さんのお話でもあるっていう、すごくねキャラクターも魅力的で、で捨てキャラなんかは一切ない。みんながみんな自分の世界観人生を持っていて、それがしっかり歩まれ、うん、それをしっかり歩んでるっていうのがしっかり描かれてる、そんな作品。もうねだからすごい詰まってるこれ、本当に本当にってまた言い出したらキリがないねでねこれがねすごい古い、もうねさっきカンニングしたんだけど約35年前この一巻が出たのが、だからすごい古い作品なので、当然もう完結もしてます。で11巻、全部で11巻でもう完結してます。案外ね短いんだ、20、30ってあるかと思いきや11巻で完結してるので、そんなにね集めるのも難しくないと思う。なので買ってさっき言った通り、もう恋に仕事に友情に、でもうそれぞれがそれぞれの人生、もう人間が詰まってる、すごい魅力的な作品で、調べたらね、ドラマも、ドラマじゃないな、実写映画か、実写映画もやってたみたい。それぐらいね、だからシナリオ、ストーリーもしっかりしてる。ただ、ちょっと残念なことに、試し読みなんだよ。がね、私の調べた限りだと、ちょっと芳しくなかった。というのも、2話の途中までしか、ちょっと試し読みが見つからなかった。なので試し読みをしてどういうお話か判断して買う買わないっていうのは正直難しいです。ちょろっとしか見れないんでね。なのでここはねもう私に任せて、私に任せてね、試し読みではこれさっき言った通り約35年前の作品なので、ちょっとねやっぱり絵柄的には古いです。なので試し読みでは絵柄が合うか合わないかだけ判断して、うん、話は置いといて絵柄が合うか合わないか、それだけ確認してみてください。でもし、あ、全然読めるよ、絵柄抵抗ないよって思ったんだったら買ってください。もう絶対損はさせない。うん、めちゃくちゃ面白いから。もうさっき言った、本当何度も言う仕事と恋と友情ってもう全てが詰まってる。でこれがねそうなんだよ、これがそうなんだよ何言ってんだろうね
まあいいや、まとめいきますあーみくちゃんじゃん、今日のまとめね。青年の恋と夢の物語。さっきも言いました、この翔太くんが、まあ、田舎に置いてきた彼女ともみちゃんとこの先輩社員であるみゆきさんと間で揺れ動くっていう恋のお話であると同時に、さっき言ったね、翔太くんはデザイナーになりたいっていう夢があります。そんな夢を描いた、まあ、すごい濃い物語になってます。でお次、色褪せない、うん、本当色褪せない、うん、青春物語の名作です。もう本当ね、詰まってるんだよそればっかり言うけど。なのでぜひ、あで試し読みはね、またリンク、あの概要欄に貼っとくんで、ぜひね試し読みして、で絵柄の合う合わないだけ判断して、でダメじゃなかったらもう買おう、うん、任せて任せてじゃないね、うん、それぐらいちょっと熱を持っておすすめできる、そんな名作になっております。はい、というわけでね、今日のおすすめ漫画紹介終わります。熱量の割にあんまり中身話せてなかった気がするな、うん、まあそれだけね、ちょっと本当話がね詰まりすぎてて、どこから説明していいか分かんない、それぐらいすごいボリュームのあるお話です。でグーこの動画面白いよって思った方や、あじゃあちょっと独身寮、つるもく独身寮読んでみようかなと思っていただけたら、ポチッとよろしくお願いします。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。